すげえ。すごいですね。早押し僕強いから。くそー。なぎちゃん早かったね。はい、どうもなぎです。それではしんさん、おやじさん、なぎちゃん先生、本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。というわけで今回の企画は3文字で何のキャラか当てろ。こちらをやっていきたいと思います。3文字で。漢字3文字でそれが何のキャラを表しているのかを皆さんに当てていただきます。名探偵の俺にぴったりの問題だ。順番に、1文字ずつ皆さんに教えていくので分かった時点で早押ししてください。はい、はい、回答権は1人1回のみです。1文字目で1回とかじゃなくて、もうトータルで、1回です。では早速第1問からいきたいと思います。第1問1文字目はこちらになります。はい、はい、ち、いや、なんかでも候補はうん、これだけだとな、ちょ、これむずいな。はい、では2文字目いきましょう。2文字目はこちらになります。はい、はい、天、はい、よし、それではしんさん回答どうぞ。勝利、正解です。よし、オッケー、そういうことか。1文字目でいけばよかったかな。いや、ちのところでさ、もうすでに勝利かなとは思ったんだけど、確信が持てなかった。それ、そうですね、2文字目で、ね、すげえ、なんでそんなすぐ。元素スキルが地震で、元素爆発がこれ転生かな。3文字目に関しては、縦になります。ああ、もう答えだ。スキルドってことで、はい、こういう系か、理解した。じゃあ2ポイントありがとうございます。2ポイント、まずは新さんが獲得ということで、それでは2問目いきたいと思います。2問目1文字目はこちらになります。ゲン、はは、なんだこれ。どう読むかは皆さんにお任せします。さすがにこれはちょっと、いや、なんか多すぎるな、候補が。絞ることすらできないわ。全然わからん、なにこれ、なにこれ。はい、では2問目いきたいと思います。2文字目はこちらになります。えですね、おー、はい、はい、なぎちゃん先生。ライデン将軍。ライデン将軍、正解です。よし、マジで、やったやったやった、ライデン将軍なんだ。はい、元素を補うってこと。そうですね、元素チャージを補う刀でライデン将軍になります。あー、あー、そういうことか。すげーな、なぎちゃん。いや、すごすぎる。俺、元祖の元みたいな風に読んじゃった。私、元気なキャラ かなって思っちゃった最初。それもあるね。そうそう、それそっちで考えちゃってたわ。そう、一文字の漢字にはどういう意味があるかっていうのもやっぱ重要になってくるので。そうね、いや、見事です。なぎちゃん先生1ポイント獲得になります。それでは3問目いきたいと思います。1文字目はこちらになります。はい、はい、しんさんどうぞ。ガイア。正解です。嘘。やった、やったね。それでは2文字目いきたいと思います。2文字目はこちらです。はい、はい、これはもう、はい、おやじさんどうぞ。お願いします。ジン団長。ジン団長、正解です。よし。すごい、いや、まあでもいろいろ候補あるからね、セピロス騎士団は、ね、うん、この後何だったの。3文字目、3文字目はオサの長です。なるほど。じゃあ、セピロス騎士団の長でジンですね。ちょっとね、2つ目で、ね、行かないと2人に並べないから、ここはもう、いや、なるほど、ね、確かに確かに勝負に出た ね、 たんですね。いやー、しんさんありがとう。外れたわ、ガイアが。木も西もどちらにしても、あのセピロス騎士団の文字だからさ、単語になっちゃうから難しいからね。2文字目まででも。それでは4問目いきたいと思います。4問目1文字目はこちらになります。お、10、はいはい、10、はい、それでは2文字目いきたいと思います。2文字目はこちらになります。は、ん、1、はい、はい、おやじさん。タルタリア。タルタリア、正解です。やばかった。11位だから。そうですね、そういうことか。3文字目がクライで11位になります。答えや、なるほどな。俺10のところ北斗かなって思っちゃったよ。お、わかるわかる。そういうパターンもあるわけね。3文字で一つの単語のパターンも、ね、単語になるっていう、そういうことになるのが。なるほどね。それでは現在がおやじさんが4ポイント、4ポイントで、うちらが22かな。22です ね、 だね。はい、5問目1文字目はこちらになります。あ、待って、あ、やめた方が良かったかもしれない。跳躍、跳ねる。はい、なぎちゃん先生、回答どうぞ。しょう、正解です。おう、やった。あー、やった、やった。すげー。すごいですね。あれ、しんさん、あれ、しんさん、あれ、は、なに、は、俺アンバーだと思いましたけど、は。あれで、あれで、うわ、飛ぶ、降りる、夜で、しょうですね。やった。いや、すげえ、これはすごい。
これねカズハとかも迷ったんだけど、そうですねカズハも選択肢になりますし、ウェンティも全然選択肢になると思いますし、うんうんうん、いやすごいわここで攻めるのは、これすごいわ、やった攻めの3ポイントいやマジか持ってかれたな、やったぜ。それでは6問目いきたいと思います。1文字目はこちらです。夜、はい、シンさんどうぞ。ディルック、正解です。あ、終わった。一人切れた。シンさんありがとう。いやーまあまあまあ言わんとしとることはわかります。ただ2文字目がこちらにあります。え、ダン、え、はいはい、おやじさん、はい、ロサリア、正解です。違います。はい、まぎちゃん先生、フィッシュル、フィッシュル正解です。断罪の工場、そうだった。断罪の工場の最後がカラスでフィッシュルになります。やばいな、あまりにも単純に見ちゃってんだよな俺、闇夜の英雄とかで。いやまあ分かる、気持ち分かる、私も候補にあった最初、うん、夜はね意外と候補多いから。いやお見事ですね、このダンで出てきたのはすごいね。では次いきたいと思います。7問目、1文字目がこちらになります。あ、いえ、ね、これってさプレイアブルキャラクターのみ、あおっとお、今のはヒントか。いや分かんない、ハッタリかもしれない。いやそうね、ハッタリ可能性あるな。それでは2文字目いきたいと思います。2文字目はこちらです。はい、はい、おやじさん早かったですね。そうおやじさんどうぞ。トーマ、残念違います。え、ちょっと待って、ちょっと待って、待って待って、はい、それではしんさんどうぞ。ノエル、正解です。ノエルですね、こちら。ノエルか、そっちか、押し負けた。そうだな、トーマだとおもちゃ家政婦みたいなところあるし、ね、そうそう、かなんか掃除もしてたからトーマかなって思ったけど、まあ、家の掃除でメイドで3文字目が鎧でノエルですね。なるほど、鎧か、なるほどね。これでとりあえず親父とは並んだな俺。じゃあ次で最終問題となります。現在のポイントが447で、なぎちゃん先生がリードということで、最終問題じゃあプラス1点しよっかな。よし、1文字目4点、2文字目3点、3文字目2点の形でいきましょう。よし、やってやるか。もうやっぱりなぎさんしかね、ちょっともう勝たんのですよね。なぎさんこび始めた。いきます、それでは最終問題、1文字目はこちらになります。打つ、打ち上げ、あ、なんかいろいろと候補あるな、絞りきれないな。で2文字目いってもいいですか。はい、はい、はい、では2文字目がこちらになります。はい、はい、あー、負けた。おやじさんが早かった。よっしゃ、おやじさんどうぞ。よいみや、よいみや正解です。あー、いやもう打ち上げの段階であってなって迷ったけど、おやじさん打ち上げって言ってたからマジかと思って。俺打撃のダでしか読めなかった。そうこれね、打撃のダと読ませるための一文字目なんで、原神にその打撃キャラとかがいないから逆にね。そうだね、うん、確かにね、確かに、確かに、うん、いやいけた、よっしゃ、早押しで負けた、マジ悔しい。早押し僕強いから。くそー、早かったね。というわけで最終結果としては、おやじさん、なぎちゃん先生が7ポイント、しんさんが4ポイントという結果になりました。いやもういいんじゃない、そういうのは。よっしゃ、そういう順位付けとかさ、そういうのがあるから良くないと思うんだこの世の中。いえ、しんさんどうしたの、あれ、しょうくん答えれなかったよね。は、うん、いやだから俺せっかくしんさんのためにわざわざしょうの問題出してあげたのに、まさか答えられないと。いや答えられないと思わなかったね、なぎさんも。あれはなぎちゃんの発想力がすごすぎるって。いや正直それ、あれはすごすぎた。早かったね、マジで。すごすぎたよね、めちゃくちゃ早かった、うん、1文字目で言うのは勇気がいる。俺飛びでさ、ウサギでなんかアンバーかなとか思ったもん。まだまだだね。俺から2人に、あの名探偵の称号あげようかな。いや別に、別に。あ、別に、あ、いいです、むしろ精進してください。いや本当にそうそうそう、我々の助手として、そろそろ締めますか。そろそろ時間じゃないですか、なぎさん。そろそろ締めますか。はい、というわけで今回は3文字で原神キャラを当てろという企画だったんですけど、もうほぼ実質2文字でしたね。そうですね、うん、3文字目出なかったですね、うん、結構ひねったつもりだったんだけど、みんな割と当てれるもんだね。結構でも分かりやすいような気はする、うんうん、11位とかもまさか2文字目で答えれるとは思わんかった、正直。あー、あれはすごいわ。なんとなく読めたね、なぎさんの思考が。やられました。次回同じ企画があった時はちゃんと3文字目まで皆さんがわからないような、うんうん、考えていきたいと思います。ぜひ、めっちゃ楽しかった、めちゃめちゃ面白かった、うん、はい、というわけで今回遊びに来ていただいたしんさん、おやじさん、なぎちゃん先生のチャンネルは概要欄に載っておりますので、ぜひぜひチャンネル登録の方皆さんよろしくお願いします。お願いします。お願いします。また概要欄の方にツイッターも貼ってあるので、そちらからフォローしていってくれると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。